本日の後楽園ホールの特別試合ダブルメインイベント、まず最初はケリー軍団と全日本軍団のタッグマッチであります。この第8回チャンピオンカーニバルはケリー軍団、全日本軍団、そしてブッチャー軍団、後半からはザ・シークの乱入ということで、本当にあれに荒れたわけなんですけれども、今日はケリー軍団と全日本軍団のタッグマッチ、正統派のレスリングで十分お楽しみいただきたいと思います。もう一つのダブルメインイベントのもう一つはブッチャーとシークの一騎打ちでありますが、さあ3200人の超満員のお客さんの人並みです。テリーファンク、そしてディックスレーターがファンに捕まっております。テリーは再三ブッチャーの攻撃、長期攻撃で額、そして胸板といったあたりはもう傷だらけであります。そして後ろからディックスレーター、今回準優勝は立派であります。テリー軍団の2人がリング上に姿を見せました。ディックスレーターはジャーマンスープレックスホールドで優勝決定戦ジャンボ鶴田に技を仕掛けられた時に腰を痛めております。本当に超満員と膨れ上がりました東京水道橋の後楽園ホール。テリーコール、そしてスレーターコール、これはもう今回のチャンピオンカーニバル各会場で聞かれました。これより全日本軍団、まずは念願の初優勝になりましたジャンボ鶴田と、そして世界のジャイアント馬場がリング上に姿を見せるところでありますが、ジャンボ鶴田のローリングドリーマーが流れております。8年目にして手に入れました念願の第8回チャンピオンカーニバルの大トロフィーでありますジャンボ鶴田。リング上はリックスレーターとテリーファンクであります。今日は真っ向からレスリングそのもの、レスリングの真髄を見せてくれると思います。入念に体を動かしておりますテリーファンク、ゴーゴージャンボローリングドリーマー、テーマミュージックが流れております。初優勝を成し遂げましたジャンボ鶴田、一段と大きな歓声で迎えられます。ジャンボ鶴田が今リング上に姿を見せました。やはりファンが知っています。本当に初優勝おめでとうというファンの声が届いているか。ジャンボ鶴田、そして日本テレビのスポーツテーマが流れました。このチャンピオンカーニバルは本当についていませんでしたジャイアント馬場、得点の方は17点で優勝決定戦に駒を進めることができなかったジャイアント馬場でありますが、その辺はベテラン、今日も入念に体調を整えてリング上に姿を見せました。試合に先立ちまして両チーム並びにレフリーに日本テレビより花束が贈られました。本日はダブルメインイベント、テリーファンク、そしてディックスレーター。テリーファンクは今回は殊勲賞に輝いております。ディックスレーターは準優勝、なかなか立派な成績でありました。本日はダブルメインイベント60分1回勝負タッグマッチを行います。あなたは250分のディックスレーター、右目を傷つけながらも準優勝やりましたディックスレーター、殊勲賞です。テキサスブロンコテリーファンク、とうとう念願の初優勝を手にいたしましたジャンボ鶴田。そして世界の巨人ジャイアント馬場が紹介されました。さて山田さん、本日はダブルメインイベントということで、まず最初に60分日本勝負、テリー軍団と全日本軍団の一戦となりましたね。そうですね、これはまあやはりズバリ申し上げて、タッグチームのドリームカード、いわゆる夢の対決ですね、やっぱり、はい、なんといってもね、全日本軍団ジャイアント馬場、ジャンボ鶴田というインター王座を持っているチームですね、これといわゆるファンク王国のいわゆるチーム、これはやっぱりこの対決はプロレスファンとしては見逃せないですね、はい。まあ、本当にこのディックスレーター、そしてテリーファンク、一方のジャイアント馬場、そしてジャンボ鶴田という
この両タッグチームは魅力が十分ですからね。そうですね、いわゆるね、はい、こういう試合はね下手に予想をしない方がいいですね、はい、もうとにかく両チームとも力を出し切ってやってました。ゴングが鳴りました。フェリーコールです。フェリーコールが後楽園ホール大きな歓声となって起こっております。山田さん、このチャンピオンカーニバルは優勝はジャンボ鶴田ですよね。そうですね。しかしね、まあ、とにかくあの全身傷だらけというような、はい、ハンディキャップ、みんなに狙われたハンディキャップ、それを背負いながらもう大会を大きく大きく盛り上げたのがあれテリーでしょうね、まあ、本当にですねテリーの表情、そして胸板のあたりを見ていただければ分かるんですけれども、もうブッチャーの狂気攻撃にじっと耐えましたよ ね。さあぶつかりました。ジャンボ鶴田が仕掛ける。そしてそのままボディースラムを見せました。ジャンボ鶴田も気合入ってますね。やっぱりね、優勝したというね、はい、こんなその金字塔を背負ってるわけですからね、やっぱり負けられないんでしょう。まあ、公式戦はですね時間切れの引き分けだったんですけれども、まあ、あの千葉の一戦を見てましても、ジャンボ鶴田は果敢にテリーファンクに挑んでましたよね。はい、もうむしろね、内容的にはかなり押してる場面がありましたね、はい、今日はこのアメリカの視聴覚でありますテリーファンクから果たして念願のピンホールを奪うことができるかどうか、ジャンボ鶴田であります。まあ、テリーファンクは優勝決定戦進出にあと1点と足りなかったんですけれども、まあ、その辺はですね本人の言わせますと、優勝よりもブッチャーを叩きたいということはもう最初から最後まで言ってましたよね。そうですね、まあわずかの1点差で非常に残念だったんですが ね、まあ、これもいわゆる勝負の世界のねことですから、やむを得ないことですね、はい、さてディック・スレーターが登場してまいりましたけれども、昨日の福岡での優勝決定戦最後に、満を持して狙っていましたジャンボ鶴田のジャーマンスープレックスが決まりまして、ディック・スレーターはピンホールを奪われたわけです。両サイドからのこのコンビネーション、エルボー攻撃いいですね。非常に息が合ってますね。あの タッチをした後のほんの一瞬のタイミングで繋いでますね、テリーファンクがまたも登場であります。まあ、テリーファンクのですね右の膝、これはあのアメリカに帰ったらすぐ手術をしなければいけないということを言ってますね、非常にあの悪くなってますね、はい、そこはやはりブッチャーの攻撃などもかなりあったわけですからね。そうですね、あのね、さあリング上早い動き、ドロップキック、これは自爆、一瞬の隙を突いてテリーが難を逃れました。今もうテリーがカウンターでドロップキックを食らいそうな体勢まで行ったんですが、体は残ってましたね。やっぱりねロープをうまく使ってますね、2人がかりの攻撃、ディック・スレーターがスモールパッケージホールド、しかしちょっと力がありません。この辺は腰を痛めているわけですからね、やっぱりね今の足取り組み固めはね、ちょっとスピードもないですね、はい、それとあの丸める力もないです、はい、このジャイアント馬場のジャンボ鶴田の首のあたりに攻撃を仕掛けておりますディック・スレーターでありますけれども、ジャンボ鶴田の必殺のジャーマンスープレックスホールドは確かあの昭和51年3月の試練の10番勝負第1戦バンガニア戦以来ですよね。そうですね、まあ、本当にね、隠しに隠していた切り札、秘密兵器ということになりましたね、はい、大技が炸裂してジャンボ鶴田初優勝がなったわけでありますが、早い動きディック・スレーターを投げるか、いやいやディック・スレーターが体を入れ替えた、早いタッチワークであります。エルボーを落としました。山田さん、今のところジャンボ鶴田はタッチできませんね。そうですね、完全にねスレーターテリーのコンビネーションワークに翻弄されてますね、顔面踏みつき攻撃テリーファンクであります。しかしね、はい、これぐらいの攻撃でね入るようなジャンボじゃないですよ、やはりねあの優勝というねことに自信をつけてますからね、はい、まあ、その辺はジャイアント馬場選手も言ってましたよね、よく耐え忍んでそして技のコンビネーションも上手くなった、大物になったというふうにジャイアント馬場がジャンボ鶴田を認めてますからね。そうですね、それとねもう一つ面白いのは、テリーとですねスレーターの前で大体同タイプですよね、はい、同タイプのコンビネーションと比べてですね、いわゆるジャンボとジャイアント馬場の場合はですね、ちょっとあのタイプが違うわけです。このコンビネーションどちらが優れているか、そういったところを見るのも一つの見どころですね。
その辺もどうぞご注目いただきたいと思います。テリーカンクががっちりとサイドのヘッドロック、ジャンボ鶴田がロープに飛ばしてさあどうだ、タックル攻撃を見せました。しかし両選手とも倒れた、テリーファンクも倒れました。まあね、はい、例えば、まあ、当たってるかどうか分かりませんが、日本チームの場合ですね、まあ、ジャンボの場合そのシャープな切れ味のカミソリ、それでジャイアントボールマンの場合はですね、いわゆるそのナタのような感じ、この組み合わせですね。なるほどね、そうしますとテリーファンク・ディックスレーターはそのカミソリの攻撃をうまく抑えてるわけですよね。そうです、ここでね、今のところね、でおそらくねジャイアントババの攻撃というのはね、時間的には短いですがね、あの短時間にドーンと重いダメージを与えると、そしてまたジャンボを出してかき回させると、そういう作戦だろうと思うんですね、はい。さてジャンボ鶴田初優勝になったわけですが、次のシリーズ NWS 界ヘビー級チャンピオンのハリーレースがやってまいりますよね、このいいムードで初優勝をですね一つ引っ下げて、ジャンボ鶴田念願の NWA の世界王座ダッシュというのはどうでしょうかね。これはね今までのジャンボの、ね、挑戦に比べて、一番のチャンスだと思いますね。精神的な上昇ムードが大きいですね。過去 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのハリーレースとは3戦やって3戦とも引き分けですからね。そうなんです。さあどうだ、人間風車の体勢、テリーファンクであります。腰を落とした、右足を伸ばしました、ジャンボ鶴田変えて、今度はドリガホールパイルドライバー、人間風車から急遽変えました、ドリガホールパイルドライバー脳天食い打ち。テリーファンクこの辺は変わり身が早いですね、やはりね一流選手というのはね一つの技にこだわらないですね。さあバックを取った、バックドロップ、ジャンボ鶴田のバックドロップであります。アメリカの主将テリーファンクにバックドロップが炸裂、カウントが入った、大技を見せましたね、思い切ってますね、はい、あいいところでタッチしましたね。ここで全日本軍団はクープラトンの攻撃、クープラトンの攻撃を見せました。テリーファンクは倒れた、デキスレーターが行く、2人がかりのトーキック、ジャイアントババがこう指示を出しました。そしてそのままジャイアントババが攻勢にテリーファンクに挑んでおります。ジャイアントババもですね今回のチャンピオンカーニバルは、まあ、大宮戦の右肩負傷、あるいはアサシンの開幕戦での黒星というふうに最初からブッチャーに荒らされましてついていませんでしたね。非常にね不運な大会でしたね、さあそのジャイアントババがテリーファンクに攻撃を仕掛けます。コブラツイスト、あばら折り、グイグイとグイグイと腰のあたりに攻撃を加えました。テリーコール、テリーコール、テリーコールがあります。山田さん、このテリーコールは本当にすごいですね。すごいですね、もう本当にねテリーがピンチになるとですね、もう場内いっぱいですね、テリーがですねもし自分がプロレスの世界から引退するようなことがあれば引退試合を日本でやりたいというふうに言ってますね。あそうですよね、さあチャンピオンカーニバル準優勝のディックスレーターが入ってまいりました。ディックスレーターはですね5週間の日本のロングサーキットがありますと一旦はフロリダに帰るそうですね。そうですね、まあ、あのロングサーキットの疲れをちょっと癒すために、少しオフを取ってですね、その後いわゆる自分の主戦場であるジョージア州、また戻るそうですね。さあジャンボ鶴田にタッチいたしました、フライングのエルボーを落としました。そしてディックスレーターをどういう風な攻撃で仕留めるか、コブラツイスト、これは腰を痛めているだけにディックスレーターは苦しいですね。そうです、背中 の大きな絆創膏がね、はっきり示している通り大変に痛めてますからね。引き返すでも本当に痛がってましたね、まあ、あの気の強いディックスレーターがね、横になるってのは珍しいですよね、さあテリーファンクが助っ人に入った、テリーファンクのエルボー、そしてジャイアントママが入ってきた。この辺は両タッグチームとも譲りません。ジャイアントママのあばら折り、あっとババはね、今あのスレーターの背中の絆創膏のあたりに原骨を当ててますね。ババ選手の大きい右手がグイグイとスレーターの腰骨のあたりですね、ちょうど痛めてるあたりですね。これはディックスレーターたまりません。ディックスレーターの痛めている腰骨のあたり、ジャイアントババの大きい手がグイグイと攻撃加えております。テリーファンクが入ってきた、エルボーを落としました。2メートル9センチのジャイアントババがちょっと後ろにひるんだ、右膝をついた、ディックスレーターが真っ向から行く。そして
ジャイアント馬場が今放送席に落ちてきた。2メートル9センチのジャイアント馬場が落ちてまいりました。そういえばリックスレーターは決勝進出になったのはジャイアント馬場に勝ってからですからね。そうですね。そしてフリーバンクが行くぞ、行った、コーラーマット最上段、コーラーマット最上段からフライングのエルボーマットを落としました。ジャイアント馬場が買われている、ジャイアント馬場が買われている。そしてリングの中はディックスレーターが入っている。今ジャンボ鶴田が助っ人に入ります。ジャンボ鶴田が助っ人に入りました。いやペリーのね、大変にね落差のある、ジャンピングエルボーですね。これは迫力ありますね。コーラーマット最上段からの攻撃を加えました。ペリー軍団の2人の今の攻撃、ダブル続きですね。すごいですね。ダブルヘッドバットを見せました。本当にこのディックスレーターとテリーファンクは血を分けた兄弟ですね。そんな感じさえ与えますね。息が合ってますね。実の兄弟ではありませんが、実の兄弟以上のこの気合が入った2人であります。気心はよく知っています、ディックスレーター、テリーファンク。今呼吸を見計らってジャイアント馬場がリングの中に入ろうとする。リングの中はディックスレーター。ディックスレーターはですね、そのフロリダのオフが終わってからのジョージア、アトランタ地区でもしチャンスがあればですね、日本にやってくる NWA スカイヘビー級チャンピオンのハリーレースにチャレンジをするというふうに言ってますね。やっぱりね、それだけの自信を持った発言ができるというのは伸び盛りの選手ですね。はい、こうなりますと今回のですね活躍でディックスレーターはもう本当に一枚看板になりましたね。そうですね、本当の意味でのトップですね。さあテリーファンクが入ってきてジャイアント馬場のお株を奪うような直角攻撃。しかし老舗はジャイアント馬場、ロープに飛ばしてダブルチョップ、ダブルチョップが45度の角度で決まりました。テリーファンクがリングの外に落ちようとするところ、トップロープとセカンドロープぶら下がっています。後ろから行ったディックスレーター、後ろへ行きましたディックスレーターであります。テリーファンクが今リングの外に倒れましたが、やっと中に入ってまいりました。ジャンボ鶴田がエルボースマッシュであります。テリーファンクが倒れた。テリーファンクもですね、本来ならば優勝決定戦に駒を進めても本当に実力十分の人ですからね。そうですね、それだけに残念だったんですが、もうアラン・カルギルの力を出してのファイトを見せてくれましたからね。ジャンボ鶴田の攻撃、ジャンボ鶴田はもう一戦一戦ですね、アメリカの師匠を上回るような攻撃も時にありますよね。そうですね、ジャンボ鶴田の連続攻撃、いいチョップですよ。ひるまないところがいいですね。そうです、テリーファンクが攻撃を仕掛けようとするところ、ディックスレーターにタッチであります。いやー、テリーもね相当苦しそうですね。今の攻撃は連続攻撃を見せましたジャンボ鶴田。ディックスレーターが中に入ってまいりました。さあどうだ、やり合います。第8回チャンピオンカーニバル優勝のジャンボ鶴田、そして準優勝のディックスレーター、ロープに飛ばしてジャンピングニーバット、ジャンピングニーバット炸裂。これはどうですか。いや今当たってます、すごいスピードですね。ガツンと言いましたね、はい、ものすごいスピードでディックスレーターを捉えました。そしてどうだ、いい体勢でジャイアント馬場にタッチしたいところ、ジャイアント馬場にタッチであります。ジャイアント馬場は今回ですね優勝決定戦に駒を進めることができなかったんですが、ジャンボ鶴田の初優勝、一番喜んでる人はこのジャイアント馬場でしょうね。そうですね、なんといってもね、はい、ジャンボ鶴田を見つけてスカウトし、自分の手を育てたわけですからね、はい、ジャイアント馬場の16番が炸裂、カバーに入りましたジャイアント馬場。この16問だけは余計な説明がいらないですね。本当に一発ヒットですよね、はい、もうとにかくすごい威力ですよね、はい、この16問で NWA スカイ王座2度なったわけですからね。そうなんです、ジャイアント馬場をテリーのかなり打ち付けましたリックスレーター。早い攻撃であります、目を休めることができません。うまい具合にテリーファンクは攻撃を仕掛けましたが、ちょっとディックスレーターに当たりましたね。馬場選手にかわされて、ちょっと同士打ちみたいな格好になりましたね、はい、ちょっとこれはテリーの攻撃とは思えないようなちょっと作戦のミスでしょう。次期スーパーパワーシリーズは前半に NWA 認定の世界フリー級チャンピオンのハリーレース、
後半に元 PWF のヘビー級チャンピオンのビル・ロビンソン、それからアブドラ・ブッチャーが居残ります。マイク・シャープ・ジュニア、それからザ・デストロイヤーが1年ぶりにやってまいりますね。そうですね、これもあのファンの方にとっては大きな話題です。それからバック・ズモス、カール・フォン・スタイガーという外人選手、それから2年半ぶりにプリンストンがこと福之島がですね、日本のマットでデビューですね。これはね、アメリカからの頼りによりますと大変に素晴らしいレスラーになっているということで、デビューが楽しみですね、はい、本当に見たい選手になります。福之島、プリンストンが出ります。石川隆も約9ヶ月ぶりに帰ってまいります。次期全日本プロレスのスーパーパワーシリーズのご紹介でありました。さて、クリーファンクの右のジャブ、そして左のフック、左のフックで倒れた、ジャンプずれた、そしてビッグスレーターにタッチになります。コーナーマット最上段からエルボーを落とした、この辺のコンビネーション、さすがにうまいものがあります。2人がかりのエルボー攻撃、これはケリーがサウスポー、そしてビッグスレーターがオーソドックスですから、いい攻撃ですね。そうですね。さあバックを取ったぞ、ビッグスレーターのバックを取って、スープラトンのアトミックドロップ、ジャイアントママのスケットが入った、カバーに行った、ジャンプするとかカバーだ、カウント3、カウント3が入りました。うまい具合にジャイアントママのフォローがありました。2人がかりのスープラトンのアトミックドロップが炸裂、ビッグスレーターからジャンプするとかカバーいたしまして、ダブルナインナインと60分一本勝負、はい、向こうが2人がかりできたんで、日本軍の2人がかりの攻撃を出した、これが見事に成功しましたね。鮮やかにジャンボ鶴田がカバーを取りました。カウント3を取っております。まあそれにしましても、テリーファンク、ビッグスレーター2人がかりの攻撃がいい感じでいったわけで、ちょっと危なかったんですけどね。そうですね、非常にピンチはありましたけれども、さすがに日本軍にはね、チャンピオンチームだけあって、肝心なところは抑えますね、はい。まあ、それにしましてもですね、この第8回チャンピオンカーニバル初参加でありましたテリーファンクは殊勲賞受賞ですが、本当によくやりましたよね。いやもう本当にね、テリーの活躍はね、もう褒めてあげていいですね。傷だらけのテリー、そして傷だらけのディックスレーターということになりますよね。よくやりました。ディックスレーターの準優勝でした。まあ、テリーがですね、5週間も日本にいるということはちょっとなかったですよね。そうですね、まあ、それだけにね、テリーもこの大会にね、かけたんでしょうけれども ね、まあ、残念でした。本当にテリー軍団、テリーファンクはもちろん、ディックスレーター、そしてテッド・デビアスといったあたりはよくやりました、この第8回チャンピオンカーニ